石垣ラジオこの番組は石垣島のパイン農家ラッキーこと荒木俊之と毎日アースクリーンをしている合同会社縄文企画の田中秀則が石垣島の魅力あふれる人物をインタビュー形式で深掘りしていく番組です。はい、石垣ラジオです。石ラジでーす初の公開収録ですね。めっちゃ緊張するやばいっすねこれ。いやいやいや、まあでも、はい、スペシャルなゲストが今日来て、ね、いただいてますの で、 です、ね、スペシャルな場所で、はい、そうですね、はい、本日は、はい、コワーキングスペース島の時さんで、はい、そうですね、初めての公開収録を、はい、させていただいております。僕たちも大冒険ですねこれ初めての挑戦ということで、はい、はい、で、はい、本日のゲストの紹介に行きましょうか、はい、いいですか早速ですけど、はい、今日は、プロ冒険家のプロ冒険家阿部正達さんにお越しいただきました。ようこそ。いや冒険家ないひで。冒険家っすよね。はい、はい、いやまあ石垣僕らが直接知り合いというわけではなく、はいはい、まあ、僕らがいつもよく飲んだりとか、はいはい、させていただいている友達のあやあいさん。あやさんね。そう、はい、あやさんからこんな人が来るんですけど、はい、よかったら。ゲストにどうですか、はい、というご紹介いただきまして、そうですね、はい、まさかのまさかの、そして今日は、はい、あやさんにも来てもらってます。そうですね、あやさんにも、はい、ようこそお願いします。いやもう本当にどういう人をこう呼んでくるんだというね。そうですね、いや全く読めない展開で、でしかも、まあ、僕結構アウトドアとか昔から好きで、で冒険者の本、それこそ上村直美さんの本とかもめちゃめちゃ読んでたので、今日マジで普通にファン目線で話聞いちゃいそうな気がしますけども、阿部さん本当今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でまずやっぱこうあやさんと阿部、はい、さんっていうのはどのようなご関係で、今日こちらにいらっしゃっているのかなということをちょっとまず聞いておきたいなと思ったんですけども。そうですね、はい、そうですね、 あとそもそも多分私初めて石垣ラジオにお邪魔していて、そうですね、あやあいって誰なんだかもあると思うんですけど、そう、あやさん、はい、じゃあ簡単に自己紹介ですね。石垣に2年ほど暮らしております、あやと申します。普段は結構映画のイベントとか、あとライターとかの仕事をしていて、お仕事のメインは東京がからのお仕事が中心なんですけど、石垣が好きすぎて拠点は石垣で毎月東京に通いながら暮らしているっていうような感じです。はい、で仕事の一つで、クラウドファンディングのお手伝いもしていて、うんうん、で、正達さんが南極に行く時のクラウドファンディングのお手伝いをさせてもらったりして、うん、いますっていう感じですかね。ただまあ出会いはちょっと違うんですけどそのクラウドファンディングはどのくらい前にされたんですか？あれは3年前ですね。3年前、はい、あの時はあやさんにサポートしてもらって1ヶ月で1200万っていうのを。1200万、すごいね。その特にそのストーリーラインですね、文章の、はいはいはい、っていうものとかをどうしたらいいかっていうのはあやさんに。そうですね、最初に出てきた文章が、はい、これでは心に響かんって言って突き返したんですけど、あやさんが突き返した、はい、あ、なるほどなるほど。私はそれぐらいしかしてないです。あ、でもそういう文章の構成というかそういうのをお手伝い、ぜひ皆さんよかったらそのモーションギャラリーっていうところの、はいはいはい、阿部正達さんのクラウドファンディングのページ見ていただきたいんですけど、はい、結構セキララに昔の何ですかね、暗い経験であったりとか、はいはいはい、悲しさとか、はいはい、それも含めて今冒険に至ってるっていうのがすごい分かるような、なるほど、はい、文章になって、でもそれをこう書くのってやっぱ辛いんだろうなっていうのは出てきて思いましたね。なるほど。でも今日はそういう話もしてくれるんじゃないのかなって思ってますそうですね、明日クラッチさんで、うんうん、コワーキングのクラッチさんの方でトークイベントがあるんですけど、まあそこでは多分あまり聞けないような話を今日聞けたらなと思ってるので。そうですね、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。でもう最初やっぱあやさんとなぜ知り合ったのかをちょっとそうです、ね、そこからお伺いしたいんですけど。慣れ初めから慣れ初め、慣れ初めをちょっと聞きたいなと思ってせっかく覚えてます、ちゃんと。結構長いですね。覚えてる。あれパパママっすよね、うん、違います。違います違います。パパママは次だっけ。違う、パパママは会ってないと思いますこの認識がすごく何年前ですか、ちなみに。もう
多分8年あそんなに8年8年かな9半ぐらいですかね、2013年の12月です。2013年あ結構前ですね。あれ13多分13、ね、13か14年の12月で、はい、っていうのも、はい、その出会った場所イベント、はい、がグリーフケアっていうグリーフケア喪失感のケアみたいなことをやっている岡久てるみさんっていう、はいはい、てるみさんっていう方がいらっしゃって、うん、でそこに私は私で知り合いを通じて呼んでもらってて、はいはい、松田さんは松田さんで知り合いを通じて呼んでもらってて、うん、でそこで出会ってて、はいはい、で私は逆に言うとテルミンさんとの出会いで人生が大きく変わっていたので私にとってはすごい印象的なイベント、はい、あへちなみに簡単にグリーフケアっていうのはどういうものか、うん、グリーフケアは、うん、説明できるか、うん、なんか、まあ、大切な人を亡くすであったりとか、はいはいはい、まあ、大事なものを失うであったりとか、はいはい、まあ、ささやかなことでもなんか例えば怪我をするとかも多分そうだと思うんですけど、何かをこうちょっと自分の満ちてたところから欠けてしまったところを、はいはい、まあ、ケアするって言ってもなんか埋めるっていうよりは、うん、テルミンさん的にはその悲しみを受け止めるみたいな、悲しみを悲しみで自分でこう悲しんでるなっていうのを受け止めるみたいなことを大事にしている方ですかね。なるほど、はい、深いですねそのイベントで知り合うっていう。マサタスさんもマサタスさんも マサタスさんも来られたんですか、うん、そうですね、僕も、うん、僕でちょっと興味があって、あ、僕自身は最初の記憶が父親の葬式なんで、4歳の時に、はい、父が交通事故で亡くなってるので、父は20代だったんですが、はいはいはい、その辺からやっぱりこの、うん、大切な人がいなくなるとかっていうことに対しては、うん、やっぱりこう興味があるって言ったらなんですが、親近感があるというか、うん、なるほど、というところから参加したのかなと、ね、うん、やっぱ自分の体験からやっぱ何か拾えるものがあったりとか。そうですね、うんうん、まあ、でもそれ以外でも少し何かいけるようであればなるべく触れたことがないものには触れるようにはしてますけどね。あ、うん、あ、まあ、好奇心みたいな、まあ、好奇心だったりとか、うん、まあ自分の冒険のいろんなことを考える上でもやっぱり自分が持ってないものを、はい、うん、知りに行くことは大事ですよね。うん、ちなみにその初対面の時はスーツ姿で来てたんで、はいはい、冒険家って言われてもよくわからなかったんですけどその後本を読んだりとか、はいはい、講演会に行って初めて、あ、冒険家なんだってわかりました。うん、あ、そうなんですね、はい、それが出会いだったんですね。ですね、からの長いご縁になりまして、うん、そこからなんか連絡取り合ってとかなんかあったんですか。そうですね、時々、うん、あ、てか多分私が福岡に多分その後住んでて、そう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 、福岡に講演会に来てもらって私が呼んで講演会に来てもらったところからなんか友達になった感じ。なるほど、そう、はい、うん、あります。 そうか、そのご縁がまだでも続いてるんですね、しっかりね。そうですね、である意味第2弾 in 石垣今回みたいな感じです、うん、そうですね。でなんか今回もクラウドファンディングの相談、そう、また年末に南極に行く予定で、まあ、クラウドファンディングをまたやろうかなと思ってる時に、はいはいはい、まあ、あやさんに相談しようかなと、うんうん、それで、まあ、オンラインでもいいんですが3年ぐらいなんだかんでお会いしてないし、うん、まあ、少しずつ移動できるようになってきたし、はいはいはい、まあ、お会いしてお話をしようかなっていうところから、うん、じゃあいいラジオがあるよと恐れ多いです。いやでもそういうご縁がつながってここに来ていただくっていうのはめちゃめちゃ嬉しいよね。でも私にとって石垣ラジオのお二人は私の石垣の入り口を広げていただいた、うん、お二人っていうか、まあ、下地もの会が完全にそうなので、はい、今日はそんなおつなぎができたら嬉しいなと思って私はそろそろ退散いたします。すみません、あやさん最後までね、ぜひ後ろで聞かせてもらいます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあじゃあ、あやさんありがとうございました。でちなみに安倍さんの前情報とかなんとなく皆さん拾ってますかね。とりあえず知らない方もいらっしゃるかもしれないので、ざっくり安倍さんがこう今に至るまでっていう話をちょっと聞いていきたいんですけど、はい、出身はですね、東北の秋田県、はい、ですよね。それでずっと秋田生まれ秋田育ちみたいな感じなんですか。そうですね、大学出るまでずっと秋田、生まれ育ちが秋田で、はいはいはい、ちなみに冒険みたいなことに
はい、こうなんだろう、こうそのワードがこう自分の中に入ってきたのっていつぐらいなんですかね。一番初めは10歳の時なんですよね。10歳の時に僕の母親が本を買ってくれたんですよね、はい、それが、世界中の探検家や冒険家の話がこう漫画で書かれた本だったんで、うん、へえ、はいはい、それがやっぱすごく印象に残っていて、そうかっこいいなと思ったところが、はい、まあ、冒険家への興味みたいなところですかね、はい、うん、それはもうそのまま深めてた感じなんですか。いや、なん憧れもしつつ、まあ、そのままなんとなく大学生になっていた感じで、やっぱりこうかけ離れてる夢だったんで、それってもうワンピースとか読んでルフィになりたいみたいな感じに近いんですよ、まあ、確かに確かにそうですよね。そうそうそう、鬼滅の刃読んで自分も鬼を倒しに刀の修行しに行くとか、はい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 、近いんですよ感覚的には。へえ、そうか。いやでもそうなんですね。あ、その時はじゃあまだぼんやりというか。そうですね、うん、ただその子供の時にこう、はい、抱いた憧れというのが、はい、こう大学生とかになっても就活の時代になっても、はい、なくならなかったっていうだけですね、うん、僕の場合は、でもじゃ子供の時から割とそういう活発というか割と運動みたいのをするタイプだったんですか。いや全然で、ちっちゃい時体弱くて運動音痴系でしたね。そうなんですか、はい、そうなんですか。だから、あの冒険家っていう存在に憧れたんじゃないかなって、自分にないものですね。だから学校とかで先生が自由に班を作ってくださいって言えば一、うん、人だけ余るやつがいるんですけど、はいはい、余るやつだったし、あと夜とかに熱を上げてしょっちゅう母親に病院に連れて行かれたりとか、その夜の夜間病院とか、体も弱くて、そうそう、まあ、だからあの憧れがあったんじゃないですか。自分がこう体が弱いし、はいはい、あんまり運動もできなかったから、今はまた全然違いますけど、はいはい、うん、じゃないかなって。冒険家みたいなこう自分の意思を持って強く全てを障害を乗り越えていく人に憧れたっていうのはあったんだと思います。へー、すごい。でも大学になってって言ったじゃないですか、はい、さっきその冒険家というワードにまたこう、はい、ぶち当たるというか、こうそれまでは もうあまりまだ運動とかもしない感じ。そうですね、中学校放送部でしたからね。あ、そうなんですか、はい、マジですか、はい、で高校は部活入ってなくて、ここは、ギターやってましたね。あ、音楽もされてそう、ビジュアル系全盛期だった。あ、マジですか、はい、僕は今、39歳なんですが、ちょうどあの全盛期ですね、グレー、ラルクアンシエルとか。そうか、そうね、そっかそっかそっか、その時代。なるほど、あ、音楽もされてたんですね。まあ、趣味ですけどね。あ、でもまあそっか、でも全然その冒険とはなんかこう、そうですね、全く接点がない、関係がないところから普通はその、はい、例えば登山家とか冒険家って言われる人というのは、はい、大体はその高校から競技としての登山っていうのが、はい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 、をやったりとか、やっぱり親がそういうアウトドアフィールドが好きな人であったりとか、はい、もしくは大学で山岳部探検部とかっていうものが存在していて、はい、ありますね、私立大学に、うん、ああいったものに入ってからのパターンが多いので、僕みたいなその何もないとこからっていうのは相当珍しいと思いますね。ですよね、だいたいそうですね、まあ、高校はともかく大学ぐらいからね。そうですね、山岳部とか冒険部、はい、探検部、探検部です、うん、冒険部は多分あるかもしれないけどほとんどないので、探検部ですよね、だいたいね、そういうとこでなんかね結構いろんなとこ遠征したりみたいな。そうですね、うん、先輩でそこでこうね先輩のつながりができたりとか教えてもらったりとかしていくわけなんですが、はいはいはい、安倍さんは全くそっちに行かなかった。僕大学で体やっぱ強くなろうと思って空手始めて、空手バカだったので。空手ですか、今度。はい、ほう、すごい。その時の強くなろうはまだその冒険家とは結びついてない。なんとなくそういうことやりたいなっていう夢があって、でも なんか人生生きていくなら何をしてするんでもやっぱり肉体的強さは大事だなと思って、はい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 、で空手を始めて、すぐに道場の内弟子という住み込みの弟子になって、1日7時間とか8時間空手をする。結構ガチですね。超ガチなやつですか。生活をハマるとそうなってしまう。あ、そうなんですね、はい、でじゃあその冒険にこう立ち返るというか、またそこを目指すっていうきっかけみたいなものって、うん、大学の就職活動ですね、はい、就活、うんうんうん、就活4年生ってことですか。はい、まあ、だから3年から4年変わってるぐらいですね。でその時にあの勉強がすごく嫌いで、はいはい、あの
大学で授業で一番後ろに座って漫画読んでるやつらいるじゃないですか、はいはいはい、ああいう人だったので、はい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 、勉強嫌い、そして働きたい仕事も特段ない、うん、人生何したらいいんだろうかって思った時に、はいはい、その子供の頃読んだ冒険家の本を思い出して、うん、あの人たちすごいかっこよかったなっていう。でその時にもう自分の父親がその事故で亡くなるっていうのが最初の記憶だったので、うん、はいはい、どうせその若くても年いってても死ぬ可能性があるんであれば、うん、もう自分の好きな方向に振り切りたいなと思って、うん、じゃあ自分がなりたい人間がどういうものかといったら、うん、幼い頃憧れた冒険家のように生きたいので、はい、冒険家になるっていう決断をして、そこからずっとそれ一途になんですね。就活きっかけ、ね、就活きっかけ、ね、そこでもう冒険家になるって決めたんですか。そうです、そうです。うわすごいな。それ決めるのってなんか、うん、でもあの周りにその前例というかこの人みたいにっていうそのまあ漫画の中ではもちろんあったと思うんですけど、ね、うん、身近にとかっていうのはいらっしゃったりしたんですか。ね、身近にはなかったけど、うん、その現役の、まあ、僕の師匠になる人みたいな方がいて、うん、会ったことなかったんですが、はい、まあ、本とか読んですごい憧れて、まあ、この人みたいにっていうのはありましたね。あ、そうなんですね。でも会わないでもその冒険家になるっていうことを決めて動き始めた。そうですね。具体的にどんなことから始めるんですかね。その冒険家の人が山形の山奥で冒険学校、はいはい、自然学校ってなっていたの で、はいはい、でそこに手紙書いて、はいはい、あなたみたいな人になりたいんでそばに置かせてくれっていう感じで手紙書いて押しかけて、で大学が休学するっていうところから、うん、あ、大学休学なんですね、はい、そこで。でもなんかこう子供の頃のイメージとなんかずれるというか、そのすごい一直線感がすごいなと思うんですけど、うん、なんかそうなり始めたのっていうのも本当大学からなんですかね。あ、そうですね、はい、うん、だから21で志しましたけどそれまでアウトドア経験ほぼほぼゼロなんで、まあ、つながりとかも一切なかったし、はいはいはい、そのままじゃあその手紙書くじゃないですか、はい、どんなリアクションだったんですか。あ、でもとりあえずおいでっていう感じだったかな。行かれたんですか、それは。あ、そうですね、実際にそこに半年間山奥にあのログハウスみたいなのに住んでましたね、はいはい、その冒険家の人と、はい、そこで実際どういうことをされるんですか、その学校というか。自然学校に近いので子どもたちとこの犬ぞりやったりとか農作業体験やったりとか、うん、ハイキング行ったりっていうところがメインなんですが、はいはいはい、あのスタッフとして内勤みたいなこともやっていたので、あのプレスリリース打ったりとか、うんうん、あとはその講演会の中継ぎをしたりとか、はいはい、あとはすごく生きたのが、うん、冒険家の企画書の書き方とか。そうそう、だからそう、俺今回安倍さんのホームページ見てたら、はい、ちゃんと企画書あるんですよね。企画書とあと報告書でいくら収支全部上げてやる、うん、なるほど、はいはいはい、他の人はあんまやらないですけどこういうこと、うんうん、いや、そうそう、なんか結構最初自転車旅行でしたっけ。一発目からですね、うん、22、うん、3の時から、はいはい、自転車旅行って自転車で海外に行って、自転車持って、はい、南米行って南米を縦断するっていうのを大学時代に。ああ、そうなんですね。あの休学してやってる、ね、大学の時から企画書書いてんだと思って。あ、すっごい、まあ、今の企画書もあれですけど、すごい拙い。いや、でもそれって企画書っていうのはもちろんあれですよね、企業さんとかから の、 そのスポンサーをもらったりする時の企画書。あ、まあベースなんですけども、はいはい、関係なく作ってました、ね、初めから。あ、そうなんですね。師匠が作ってたから同じようにっていう、師匠のやつをすごく簡潔的にしたもの。はい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 、はい、じゃその時はどっちかっていうとその、うん、冒険のテクニックというよりはそっちのこう企画書書いたりっていう。そうですね、スキル的なことは何も学んでないです、その時は。あ、そうなんですね、はい、後々に乗って学ぶんですけど、はいはいはい、それが良かったなと思ってて。へえ、まあ、特に僕の冒険の師匠も、世界で初めて北極海をですね、はいはい、単独で歩いて横断した、まあ、すごいことなんですがちなみにお名前をお伺いしていいですか。大場光郎さんという方で、大場、はい、20年ぐらい前にすごく冒険家として活躍された方ですね、はいはいはい。で、まあ、その中でやっぱり自分の夢を実現していく中で、うん、彼南極もやってるんですが、まあ、自分で1億とか個人で集めたりするわけですよ。は、
っぱりその中でこの夢を叶えるのって実力とかだけでなく人やお金も必要ってことはすごく学んで、はいはいはい、だから僕の師匠とかがですね、はい、朝起きて、まあ、4時5時とかに起きてトレーニングをするわけですね、はいはいはい、まあ、これは当たり前じゃないですか、トレーニングから帰ってきたら当たり前ではないですけど、はいはい、まあ、日課なんですね、まあまあ、うん、トレーニングは当たり前じゃないですか、生き方としては、で帰ってきて7時ぐらいから何をするかというと日経新聞とかを読むんですよ、はい、へー、結構すごい意外で、日経新聞とか世の中のニュースとかをすっごい見るってそれを僕に話すわけですよ、うん、いや社会がこうなってるよねっていう、うんうん、すごい意外でなんか全く関係ない軸で生きてそうじゃないですか、はいはい、冒険家とかっていう人間って、うんですね、でもその人が自分の大きな夢を実現するためには社会とのつながりとかもしっかり理解しておかないと人様からお金を集めたりしてもしくは人に何かこう大きな感動だったりっていうのをこう伝えられる人にはなれないんだよって話とかされて、面白い、すごい、むしろやっぱイメージとしては社会との接点がなさそうな人っていうイメージがあるけど、逆なんですね、それぞれで違うんですけど、まあ、僕にとってはやっぱその冒険家の師匠が憧れだったんでやっぱ彼に似てくる、あとは彼とかすごいなと思ったのが、手書きで年賀状とかを1000枚書くとか、超筆まめだったりとか、でまあこういうことなんだなっていうのはすごく学んで、うん、今もだから僕はがきをはがきと切って代だけで年間30万使うので、年賀状合わせてですか、はい、年賀状合わせて、だから年間5000枚すごいすごいすごい、でもそういうことなのかなっていう、やっぱその例えばメールだとか、うん、その SNS ではない何かがやっぱはがきにあるというのを確信持たれてるってことですよね。そうですね、特にそれをずっとやってきてるから僕はなおさらそう思ってますけど、世の中が便利になって簡潔になればなるほど、はいはい、はがきとか手書きっていうものに人は感動するはずなので、し単純に1枚そのはがきを書くのに15分ぐらいかかるんですけど、はいはいはい、え、そんなにもかかるんですか。あ、かかりますよ、ちゃんと後ろにメッセージを書いて宛名とかも書けば、15分はかかればかかる、まあ、10分ぐらいかかる、まあ、その間やっぱりその、うん、名刺をいただいた相手のことを思うっていうこと自体が大事なのかなっていう、うわーすごい、素敵すぎる。だからそれはなんか他の冒険家がみんなそうだとは思いませんけれども、僕はやっぱりこの師匠が憧れだったんで、まあ今でも憧れですけど、まあそこをまあある意味こう真似ていく、はい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 、はい、はあ、なるほど、あ、めちゃめちゃやっぱりいい入りをされたんですね、阿部さん。結果的にそうですね、うんうんうん、半年でしたっけ最初その、そうですね、はい、そこでスタッフで働いて。ちなみにその当時日本で冒険家っていうともう大場さん以外に、まあ、冒険家を誰とするのかとか、あ、まあ定義が、定義が、うん、冒険家って、うん、免許ないんで、そうですよね、なん、ね、はい、とかかってつくものって免許ないんですよ、だからいや誰でもなれるっていう、はい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 、なるほど、ただそのスポンサードとかつけて、まあ、それである程度食っていける人となると少ないし、はい、うん、じゃあさらに食っていけるけどそこにちゃんとした実力が伴っているのかとなるともっと厳しくなる。なるほど、うん、なるほどなるほどなるほど。なんか僕のイメージだとなんか昔の方が多かったようなイメージがする、冒険家と呼べそうな人が。で現代だとなかなか弟子入りも難しいのかなっていうイメージがあって、あ、かもしれないですね、あと昔はもうちょっとなんとか山岳会みたいなものがありました、そう、今でも機能してますけど、もっともっとその、はい、人口が多くて、はいはいはい、先輩後輩の関係もしっかりしていたっていうところとかも、うん、大きいかな。なるほど、うん、あとはその登山家の人たちってそもそも日本だと自分を登山家って呼ばないので山屋ですよね。山屋、山屋、うん、それで食ってるわけじゃないから、はい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 、そうっすよね。なんか一番僕の直近のイメージだと栗木さん亡くなられてしまいましたけど、はいはい、彼なんかはなんだろう、多分投販技術はあまりなくて、うん、だけどすごいそのなんだ、お金を募るのがすごいうまくてっていう感じでされてた、うん、すごいなって。それはそれでね、それすごいですよね、うんうんうん、そのスポンサー集める力とか、うんうんうん、でもやっぱそれ必要なんですよね、冒険家を名乗るために。阿部さんちなみに自分でこう冒険家って、はい、名乗り出したのは
いつぐらいから名乗られてるんですか。僕30ぐらいから積極的に言うようになりましたね。そこからもうスポンサードもつき始めて、はいはいはい、やっぱりあの割り切ってやっていくことは大事ですし、はいはいはい、今現在だからプロ冒険家ってわざわざつけてますからね。はいはい、ああそっか。これは日本だと僕しかいない。登山家でもプロの登山家って日本で行ってる人一人しかいないので。ああそうなんですね、はい、なるほどなるほど、すごい、すげえ。なんか入る前からすごいですけど、ちなみにやっぱ冒険もやっぱ聞いていきたいんですけど、はい、最初の冒険は先ほどちょっとお伺いしたあれでいいんですか、その自転車南米、ぽいのはやっぱり南米大陸の自転車縦断ですね、はいはい、あの時はもう外国も行ったことないのに自転車だけ担いで南米行って、はい、またまた赤道の通ってるエクアドルの緯度ゼロから南に下ってアンデス山脈沿いに道路が終わるところまで、はい、今から考えればそんな大したものじゃないですけど、当時の僕にとっては、明らかな大冒険ですね。言葉通じないですね、まずね。スペイン語ですし、知り合いもいないっていう中で、やっぱり自転車だけ担いで行ったっていうのはあの冒険ですね。海外も初めてだったんですか。そうですね、そこでいきなり10ヶ月間ぐらい行ってますから。うわすごいな。山やばくないですか、あっち。あそこ、そうですね、自転車で標高4850とかまで上がれる。マジですか。高山病とかはなる場所はなりますけどね、南米って結構その旅行するにもかなり難易度が高い場所っていう風に。それどういう意味で。その治安だったりとか、まあ、場所によりますけどね、場所とルートによりますが、まあ、ヨーロッパとかアメリカとかオーストラリアに比べれば難しいのは間違いがない、はい、アジアとかね、そこにいきなり10ヶ月そうですね、全く違う世界に行きたかったっていう、その自分が想像できない世界。それがおいくつの時でしたっけ。それ22ですね。あ、じゃあもう結構すぐなんですね。本当に大学のとこ行って。そうですね、21で大学休学して、うん、で師匠のとこに行って、はい、半年いて、はい、で半年地元帰ってきて金貯めて、うんうん、でもう1年休学して南米大陸、うん、へえ、うん、お金どのぐらいかかるもんですか、その当時で。当時だから130万ぐらいだったから、ほとんどでも装備代で 4,50 万ぶっ飛んでるので、うん、あ、それ自転車とか、そうそうそう、うんうん、テントとか、結構貧乏な旅でしたけど、はいはい、あれはあれですごい楽しかったな。うん、それはもうあれですか、基本的にホテルとかそういったところには泊まらずに、キャンプがほとんどなんですが、はいはい、がすごい安宿かっていうところ、うんうん、都市部に関して言うと、もうホテルに泊まる、ホテルっていうか安宿ですよね、はい、はいはいはい、ゲストハウスみたいな、うん、まあ、ゲストハウス今の時代安屋だって言って怒られるんだけど、怒られますね、うん、昔はそういう言い方していたので、はいはい、昔の感覚で言うと、うんうんうん、安価なところですね。それが大学を4年ぐらい、22、そうですね、大学3年から4年上がるときに休学しているので、うん、それはあれですか、想定してた経路をこう行けて、あ、そうですね、ゴールまで行けたみたいな感じなんですか、はい、うん、すごいな、すごい、でまだ続くじゃないですか、その後確かアマゾン、それは結構後になりますが、アマゾン川も自分でいかだ作って下ってますね。 あれか、アメリカはなんか縦断されてましたよね。ロッキー山脈を最近あのなんでしょう、ロングディスタンスハイキングっていう、はいはいはい、ロングトレイルって言葉はだいぶアウトドア業界でメジャーになってきたんですが、はい、そのほとんど浸透してなかった時代に、うん、あのカナダからメキシコの国境まで、うん、まあ、トータルで6000キロぐらい歩いてるんですけど、6000キロ、コンチネンタルディバイドトレイルっていうものがあってですね、日本アメリカの三大トレイルの一つをやったりとか、はいはい、6000キロ歩くって何ヶ月かかるんですか。あ、でもあれだと5ヶ月ぐらいじゃないかな、うん、5ヶ月か、はい、すごいな。それはもうそのテントとか食料とか全部しょってですよね、はい、でロッキー山脈沿いなんで標高も、はい、まあ、普通に4000メートルぐらい行きますし、うわ、うん、で、あそこは他のアメリカの三大トレイルと違って、の他のやつと違ってすごくワイルドで、はい、あのトレイルがそもそもない場所が相当あったりするんで、ナビゲーション能力が結構必要だったりとか。ナビゲーション能力というと、まあ、地図見て、地図とコンパスで判断できる、うんうん、あ、コンパスでか、うん、ただ水が南部に行くと砂漠地帯なんで 4,50 キロとか当たり前いないので、その辺とかの水場にたどり着くナビゲーション能力とかも必要でしたね。すごい楽しかった、楽しかった、当時苦しかったけど今思うといい日々だった。いや本当に冒険なんですね。まさにあの時はしかもそれが日本人でやってる人いなかったので、情報とかもほとんどなかったから、僕に、当時の僕にとってはチャレンジでしたね。今やったら違うでしょうけど、はいはいはい、それって例えばもちろんですけど地球の歩き方とかな、あのインターネット見ても情報ってあんまり出てこないじゃないですか。
あんまりは出てこないですね。あんまり出てこないですよね、うん、どういうふうにその自分が歩くルートの情報って取られてたんですか。それ一応インターネットある時代だったので、うん、それを歩いたことがある日本人まだ歩いてなかったから外国人とかにコンタクトを取って、はー、教えてもらうとか、ここどうなってるとか地図とかどうしてるとかっていうのを、はいはいはい、全然その体系化されてなかったんで当時は、うん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 、まあ、それが良かった感じはしますけどね。その情報をもとにこう歩くのってめっちゃすごいですね。結構本当あれですね、自分で切り開いていくそうですね、うんうん、だってその外国の人っていうともちろん英語だけじゃなかったりもしますよね。あ、でも基本英語ですね。英語がもう共通語なんですが、まあ、ほとんど喋れなかったので、うん、ちなみにそれが何歳の時でした。あ、26とかですかね。26、はい、で僕は大学に復学して大学を出て、あの資金稼ぎのために東京浅草で人力車を見て、はい、お金を貯めて、はい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 、安倍屋さん、うん、安倍屋、あ、いや、あの屋号ですね、人力車の、ね、はい、今は自分で車持ってやってますけど、最初の頃は人力車買う金もないので、あの雇われで、あ、そうなんです、ね、バイトで体を鍛えるのとお金を稼ぐのそうの両方ができるっていう、できる、はい、で夜はですね、ゲストハウスの宿直やって、はい、で二段ベッドにしかない狭い部屋に寝泊まりをして、はあ、泊まるところを浮かして、で外国人のゲストが残していった食パン食って金を浮かして、うわー、そんな全部冒険にベットするっていう感じ。その時でも食えない状況だったりするわけじゃないですか、食べたいものが。ああ、そうですね、うん、でももうそれよりもやっぱ冒険にベットもしてたし、あとはよくおごってもらってました人に。ああ、そうなんですね。うん、飲み屋とかに、うん、こう立ち飲み屋さんとかに自分お金持ってないくせに行って隣の人におごってもらうマジっすか最強ですねでもそれでいろんな国の話をしたりとか旅の話をしたりとか、うん、あとはいや、っていうより僕の話はあんましなくて、はいはい、その時ってひたすら隣にいる、うん、諸先輩方、はいはい、当時の感覚でおじさんたちの話を聞くだけでよかったんです、うん、ずっと聞いてないこっちの話はしなくていいっていう。あ、そうなんですね。ただちょっとだけこう夢を追ってて、はいはい、あのいや今日そんなお金ないんですけど飲みに来ちゃったんですよねって言っておけば、うん、いやー、でもだし、やっぱね、その時に、もうすでに人たらし能力をね、磨いていた感じです。大事ですね。だって、うん、ね、お金ないけど、たまには栄養あるもん食べないといけないから。そうそう、いやいや、そうですよ、そうですよ。たくましいな、でもやっぱそうなんだ。うん、で、それでお金貯めながらまた旅に出てた、また戻ってきてみたいな、そういう生活を。はい、ですか20代まだその時はそのスポンサー取るみたいなことはやってない、やってない、はい、あ、やって、いや、ずっとやってなかったですね。やってない、あの20代はもう自分だけのお金でやるって決めたんで、うん、それはなんか、なんでその20代の時には自分のっていうのはあったんですか。ね、僕の冒険の師匠が30代からそういうことをやり始めたから、うん、はい、おあ、習って習って僕のやつ、うんうん、僕の場合多分あの人の模倣することにプライドがないので、あー、そうなんですね、うん、まるっと同じことをする、うん、なるほどなるほど、真似することに対してそうそうそう別に何のあれもないと嫌な気分にしないとだって尊敬してる人のことなんだから別に真似したって嫌な気持ちにまあならない。そうですね、僕もそうです、農業で師匠の真似してますけど全然嫌な気持ちにならないですね逆に嬉しいですよね。あ、そう、師匠的には ね、めっちゃ嬉しいはず。でそれもねやっぱこう伝えたりしながら、うん、で僕の師匠が29歳で、はい、僕の師匠、はい、元農家なんです実は。あ、そうなんですね、山形の。ほうほうほう、大先輩じゃないですか。普通に農家やってて世界を旅し始めて冒険したいって言って、はい、29歳でアマゾン川いかだ下りして、はい、そこから30歳から北極南極に行く。で彼も山岳部とか、はいはい、そういうの出身じゃない、うん、そうなんですね、農家から冒険家になったっていうタイプで。面白い人もいるもんですね。でそこからその世界的な偉業な人ゲルまで上がっていくんですけど、はいはい、じゃあ漫画的な人ですね、うんうんうん、だから僕もあのその人みたいに29歳でアマゾン川下ったら俺も北極南極やるぞ、うん、で、あ、やっぱりその人の後を追って、はい、追ってまんまトレースしたんですか。じゃあ そうですそう、あのアマゾンの前にユーコンも行かれてましたよね。ユーコン川をそうカヌーで、はい、あれはもうアマゾン川イカダクダイの練習みたいな感じで、はいはいはい、僕の夢だったやつね、ユーコン川カヌーで下る。あ、今はそうなんですか。今は そこまでなんか強い思いないんですけど、うん、と昔すごい行きたかった時代があったですね。めちゃくちゃいいですね。野田智介さん、はい、亡くなれちゃいましたけどね、はい、
いいすごく有効感はまたやりたい。あれはもうでも本当家族でもできるようなトリックなんで、言ってましたね、なんかそういう話は聞いたことがあって、すごくあれいいクマだけ気をつけていればいい。あそうですね、うん、あでアマゾンちょっと聞きたいですけど、はい、イカダ自分で作ったんですか。イカダ自分で作りました。ただボロい小屋っていうよりは本当にイカダの上に家が乗ってるような立派なやつを作り上げて、はい、ちゃんとしたやつ、あ家がついてる、そうもうスタイリッシュにないから作ろうかなと思って、うんうんうん、それでプカルパっていうアマゾン川をちょっとこう上流のところにある、はいはい、町があるんですが、そこ行って、はいはい、歩いてる人に声をかけて一緒にイカダ作ってくれって話をして、はいはい、すごいなそのでそれで作ってくれる人を見つけるんですね、はい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 、初めはなんかお前何言ってんだっていうふうに言われるんですけど、はい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 、地元住民に、はいはい、いや本当ちょっと頭おかしいんじゃないかって言われるんですけど普通にねアマゾン川のほとりにいたって一人で来て日本人がねクレイジージャパニーズイカダ作ってくださってくれよ作ってくれよっていう一緒に一人じゃ作れないんで、はいはいはい、意外と大きいやつだと、そりゃそうですよね、素材をどこで手に入れるかとか、はいはいはい、いろいろ教えてもらわなきゃいけないので、だからそれをやって、まあ、初めはだいたい誰にも相手にされないんですけど、うん、2,3 日やっていくとちょっと名物になり始めて、うん、早いですねでそんなアマゾン川のほとりでそんなイカダ作って下りたい日本人とかも、はいはいはい、格好のネタじゃないですか、まあ、まあまあね話のネタだよ ね, そ, ねそっかそっかそっかそうそう、でそれで、うん、いろんな人に話して紹介していってこう、うん、作ると。へえ、それどのぐらい下ったんですか。それはそれは2000キロくらいですかね。僕は全部下らないで、まあその時はもうここで自分やりきったかなと思ったからもうそこでやめちゃったんですけど、うん、こぐんですか。こぎますよ。買い持ってるんですけどほぼ流れてく、そう流れるだけですね、うん、あれ動力はついてないですか。ついてないです、イカダなんで。ただそのそこそこの家が浮かぶほどのイカダになってくると重さ1トンとか超えちゃうので、まあ、正直アマゾン川って世界一の大河で、はいはい、もう人間の力でどうこうできるもんではなくて、うん、もうほとんどそのナスがままって感じですね、はいはいはい、途中こう食べ物とかってどうするんですか。それ食べ物はですねもちろんイカダに結構積んであって、はいはい、で生物系のものとかに関しては途中そのアマゾン川のふもと、まあ、村もあるし、うんはいはい、点々とこうキャンプ張って暮らしてる、住民がいるので、はいはい、彼らから買ったりする船で寄ってきてくれるんですか。そうそうそう、とか釣りしてる人がいるんで、はいはいはい、ピラニアとか釣ったりとかしてるんですよ、うん、そうそう、はいはい、それくれっつって。うわあれそれすごいな。なんかこう僕古い冒険のイメージだと、はい、ピラニア怖えとか、あ何でしたっけ、人を食う魚がいるイメージがあるんですけど、アマゾンとか人を食うだと、うん、あれかな、カンディル、カンディルですよね、うん、人間の肛門から入って土壌みたいなやつ、そう食い尽くすやつですよね、うん、カンディルも、うん、カンディルが一番怖い、うんうん、ただピラニアを襲われることまず持ってない、すごい臆病なんですよ、うん、そうなんですね、うん、正確に言うともう下の方に底の方に溜まってるようなやつらで、釣りというよりは網で取るんですけど、うん、ああそうなんですね。そうそう、だし僕足を切って血がダラダラ流れてる状態で、はいはい、アマゾン川泳いだりしたんですけど、マジですか全然来なかった、ね、そうなんですね、じゃああれは嘘だったんだ、まあ、全部が嘘じゃないのかもしれないけど、うん、本当に瀕死の動物とかがもう泳いでいたら来るのかもしれないですけど、はいはい、基本的には全然、そして食べてもすごく美味しいし、うん、あそうなんですね、うん、それよりは危険なものとかがやっぱあったんですか。そのいや人ですね、やっぱ人なんだ、はい、結局人すか。原住民とかですもんね、そこにいる人、原住民が怖い、警察が一番怖いですね。警察、はい、あそうなんですか、警察って日本だとこう国家資格みたいなもので、うんまあ、しっかり育成をされるわけですが、はいはいはい、あちらそういうわけでもなくて比較的慣れちゃったりとかする、はい、で上に上がるためには賄賂が必要で、うんうん、給料低いのに賄賂をどっかから持ってこなきゃいけないから、うんまあ、そうすると僕らみたいな、うん、旅行者とかからたかろうかとかね、それがイカダからもう何かあるんじゃないかって目をつけられるわけですね。まあイカダでこうやってね好きに下られてる時点で、うん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 、一般的な現地の人にお金ある、うんうん、ますから、まあそう判断しますよね、うんうん、だから過去にその大学の探検部がですね、はいはい、現地のまあ軍隊に、はい、たっかりを受けたんでしょうけど反抗したのかバラバラにされたこともあったし、ああそうなんですよ。あとよく日本人はその上村奈美さんがイカダで下ったからイカダ下りとかをやることが多いんですけど、はいはい、まあ
外国人だとカヤックとかを使うことが多い、うんうんうん、僕がアマゾン外貨田下りをやる前の年とかも、はい、欧米人2人がカヤックで下っていて、ええ、銃殺されてるので、あ、そうなんですね。あと僕の仲間でも何人かそのアマゾン外貨田下りやったやつがいて、はい、毎年1人2人はやってるんですけど、まあ、わりかしみんなあの当たらないけど銃で撃たれるのが普通ですね。あ、当たらない、音がしてると。そうそう、はい、うわ怖いな。でもやっぱそういうとこなんだ。だからあのイカダの入り口の扉の内側とかに常にナタとヌンチャクをうん、下げてて、あと見せ金ですね。怒らないけど数万円入ってるやつ持ってるんだけど、それでもし収まらなかったから、はいはいはい、もう戦うしかない。なるほど。とか、うんうん、人が一番怖い。そういう知恵があるんですね。冒険だな、ま、ね、すごいな。さっきさらっとなんか血流しながらアマゾンが泳いだって言ってましたけど、はいはい、やっぱ怪我とかいろいろあるんですか、その危ないこととか。中流域以降からまっすぐやるんですけど、うん、多分写真で見たことある、すごいうねうねしてるんですよ、はい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 、あれとかになると、うん、あのまあ、外側に行くと外側にこう遠心力でぶっ飛ばされると、うん、側の方に沈没、あの沈んだ木とかが溜まってて、そこにぶつかるとイカダは大破するし、バッタがイカダは大破するし、あと内側の方に入っちゃうと浅瀬になってて引っかかるんですよね、うん、引っかかるとイカダを押さなきゃいけない中に入って、その時に中にこういろんなものがヘドロに入ってるので、それで瓶とかで足切っちゃったりとか。なるほど、すごい。ゴミもやっぱすごいですか。ゴミすごいですね。みんなそこで あのいろんなもの捨てちゃうので、うん、だから僕もトイレはアマゾン川だと、まあ、もう川で。そうですよね、まあ、そうです、ね、そうです、ね、そうそう。で僕とかもう川の縁とかに、川あのいかだの端っことかに座って、はいはい、あのやってるとたまに原住民に目撃されることがあるので、はいはいはい、それもちょっとあれかなと思ったんで、途中から水中に入っていかだにぶら下がった状態で。なるほど。水中でしてましたね。なるほど。大将、あれ、ね、なんとも言えない気持ちよさがありますね。水中トイレ。水中トイレね、なんか解放感、なんか謎の解放感ありますね。はい、もずくん時何回か水中トイレ。あ、そっか、はい、解放感ありますよね。なんかいつもと感覚違いますから、ね。なんか、そうそうそう。いやでもあれですもんね、スーツも何もない状態ですもんね。あ、まあそうですね。ね、そっかそっか。それが20代最後。20代最後。そっから先はまた冒険の質が変わっていく。そっからも北極南極で、もともと今やってる南極の目的が、これも学生時代からの夢なんですが、はいはいはい、あの100年前の探検家、日本人初、そしてアジア人初でもある南極の探検家、白瀬信という男が、白瀬さん、白瀬さん、南極探検隊長、うん、彼が、うん、はい、あのできなかったルートっていうのがあって、途中で断念した南極で、はいはい、それをやっぱり引き継いで実現したいっていう夢があったので、うん、それを目指して、はい、じゃあ南極に行く。で南極に行くには非常にお金もかかるし、実力もないとできないことなんで、はいはい、僕みたいに単独でやるとなると、うん、一人で人力でやるっていうのがテーマなので、はい、僕の師匠が育ったからなんですが、うん、となると、実績を積まなきゃいけないということで、まずは北極に通い始める、はい、北極に、はい、うん、北極の方が行きやすいんですよ、うん、それは、交通的な問題、交通的なものだったり、うんうん、北極は人が住んでる、うん、あーと、うん、イヌイットだったりとか、北極って実は定義があって、北極の定義って聞いたことあります？はいはいはい、北極圏です。わー、さすが、さすが。これ普通の人知らないですよ、うん、あ安倍さん、北極さん、バッタが、バッタがいても、もう微動だにしない。バッタ飛んでる。北極の定義というのが、はい、北極圏、おっしゃった通り、The Arctic Circle っていうのがあるんですけど、はいはい、北緯66度33分、はいはいはい、これより北がすべて、広義的に言うと北極、はいはい、で、ここより上に行くと、白夜か極夜が一日でもある。白夜は多分皆さん分かる感じだと思うんですけど、うん、あの一日中夜が来ないのが白夜で、はい、極夜っていうのはあの極端な夜と書くんですが、はいはい、太陽が昇らない、太陽が昇らないずっと夜があれば北極です。なるほど。でここには、ね、合ってたかな、8つだったかなの国が所属していて、はいはいはい、ノルウェーとかロシアとか、はい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 、でそこには人も住んでるので比較的アクセスは定期便があるから行きやすい、うん、なるほどなるほどなるほど。北極点になるとまた話別ですけど、うん、はいはい、ちょっとその北極系の話を、うん、はい、あの次回にそうしましょう、したいので一旦ここで、はい、あの第1話はこんな感じで終わりたいと思います、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございます。